大竹メインディッシュ、うん、大竹メインディッシュ本日のお客様は1972年熊本県のお生まれです広ロですから始まるネタが大ブレイク現在は芸人としての活動を続けながらカフェを経営しさらには主にプロキャンプ動画を、うん、発信する YouTuber、うん、としても活躍していらっしゃいます 動画のチャンネル登録者は現在33万人を超えています。<ー>現在著書、働き方1.9、君も好きなことだけして生きていけるが、講談社から発売中、ひろしさんです。はい、おしいよくぞ召し上がです。ああ、やってくれたね。<laughs> ありがとうご、ね、ざ <laughs> います。はいはい。まあでも、久しぶりだよね、これね。ねそうですね。前回、1年前ぐらいですか、ねうん、そうだね。はい、出させていただいて。あ,あのー 待ち合して待ってたときに、なんか静かにちらっといて、すーっと、まあ、俺に言わせれば、うまく存在を消してるなと。でもいつもそう思う、テレビ局で前に会った時もそう思ったのこういうメディアの場所っていうのは、テレビ局であり、ラジオ局であり、すごく僕、緊張するんですよ。てそうに見いやいや、有名な方が僕、苦手で、だから今、すごく緊張してて。まず あの前室っていうか、待つとこでは、気配を消すっていう癖がついてるんですね。それ、どうやったらできるようになる、消し方、俺、知りたいんだよ、なんだどこにいても、ああ、だって言われるんで、すなるべく消したいなと思ってこれが不思議と、街では気付かれるんですけど、テレビ局とかでは一切気付かれないんですね。どうううなるんんだだろろき 自分はもうこういうとこに普段来ない人だっていう精神、考え方でこう、ケアを消せるのかもしれないですね。それとあれかな。声をかけないで、かけないでっていう。いや、それだったら目立っちゃうよ。そうです。かけないで、かけないでオーラが出るじゃないですか。目立っちゃうよ。僕は、なんだろう、この壁なんですよ、床なんですよっていう。あ、面白い。じーっとこう。自分がはい。 壁なんですよ、この壁、床、テーブルなんですよっていう、同うしてるんですよ、だから僕はそんな、何も危害も加えないですし、面白いことも特に言えませんよ、だから壁なんですよっていう精神があそこにこうやってあの座ってる時は、多分あんまり何も考えてなかったですやそうなんだ、いやいや、これなんでかっていうと、あの昔、あの A 六輔さんと小沢昭一さんがいて、それでね。 あのー、一緒に歩いてると永六輔さんだけばれる、はいはい、小沢さんばれない、永六輔さんがその小沢さんみたいになりたいって言うんだよ、<ー>街を歩いてる時に、はいはい、それだからどうしたらなれるのかわか,からない。はい、でも 小沢さんはその存在の消し方、はい、感じさせない街、はい、に溶け込む、えーうん、だからその時やっぱりあの人は何かあの私はただのあのアスファルトですよ <laughs> とだから考え方は僕と一緒なんですねそう多分ね、えー、やっぱりいやだからそれはね、はい、なんかなんかある域に俺なんかだと思うと、はい、ある域に行かないと できることじゃないような気がするんだよね。そうですね。だから、お二人はおそらく気づかれても、別に構わないよっていうスタンスだと思うんですよね。いやいや、そんなことない当で、できれば気づかれたくないそれはなんで気づかれたくないんですかあのマクドナルドでコーヒー買ってたの。150円のやつ。で、買って出てきたら、買って出てきたら、あの、おたくさんって声かけて、おたくさんマックでコーヒー買うんですかって言われる だから出てきた時も、すんなりこう行き,行きたいわけですよね行きたい。だって、こうねマックでコーヒー買って、すんなり車に行きたいじゃないで,すかでもそこが、うん、もしも僕が、まはい、全く同じ行動したら、ですねあひろしが105円のコーヒーをマックで買っている、わろたがつくんですよ。うん、だ大竹さんの場合は、大竹さんともあろう方が、100円のコーヒーを飲まれるんですね そういう庶民的な一面も持たれてるんですねっていうことなんですよねじゃあ庶民だよ <laughs> コンビニのスイーツが好きなんだっていやだからそう言ったらその上の人がそのテレビの中の世界の人がへ嘘私も何かすると笑われるタイプいやそれはちょっとわかんないですけど <laughs> も、その15自分であのマックのコーヒーなりなんかちょっと私全然何も言われない本当ですか、うん、僕がもうそういうのバレたらもう写真撮られてネットに載せられて オーラがな,なかった、わろたとか書かれるわけですよ、<ー>ちょっと馬鹿にされるのがやっぱり耐えられないんでしょうね、<ー>一発屋というこのレッテルがあるもんで、<ー>ここはね、違うんですよ、だから本気で僕はこの机になってるんですよ、気づかれたかいいあともうちょっと頑張れば、1時間したら、ちょっと体が透けるくらいだったもんね。 や事なわけよ、できればね、あの場所によってはその域に達したいんですよ、いやいや、それはだから、なかなかできない、俺なんか多分だけど、あひろしが言うように、なんか名前があるからじゃなくて、俺は多分やっぱり怖いとかね、そうですねそういうイメージがあるから、その落差でなんかこう、なんかこうちょっとかわいことをするとかわいくはないけど、普通にコーヒー買ったりねそれからコンビニ入ってなんか。 立ち読みしてたりすると、いろんなことを、まあ、なんだよみたいな感じは、ちょっとだから、静かに小沢昇一さんをね、やりたいな、なんか、それ、まあ、そうなってきつつあるんじゃないかなと思って、ちょっといるんだけどね、まだそこに行かないなと思って。あ本当ですか、僕、だから、ちょっと今日正直、正直言って、いい時をつけてたんですよ。あそこ触ってる時いや、これ合わないなと思って外しましたもんね。かっこいい。はい。もう、オーラを消すために。すごい、すごい、すごい。 ああすごいすごいことですかね、すごいいや僕はできれば、堂々とマックでコーヒーなり買いたいですけどね、僕は、そういう存在になりたいですけど、ちょっと気になるのは、そいい時計っていうのが、どんな感じはいどんな感じって、ちょっとお高い時計ですよ、僕にしてはっていう、お高いっていうと、何百万もっていやいや、何百万もないです、もん何十万ぐらいの、何十万ぐらいいは皆さんからすると大したことがないと思います。 <laughs> もう全然お高くない、<laughs> つけようかな、<laughs> 全然つけても問題なかったかもしれませんね、ただ、<の>だからそこが、あのたけしさんにこの間、はい、久しぶりたけしさんは綺麗な溶けしたの、あ、はいつ溶けすんの嫌いだから、<laughs> あんまり知らないんだけど。<laughs> で、タケシさんで,すで見,た見た目でも、きれいだけど、高いなっていうの分かるわけですよ。はいはい。タケシさん、久しぶりに時計してますね。つっ、えー、ああそうなんだよ、なんてさ、さあ、もう見ただけでも、何百万って、でもすごい時計ですね。つったら、大竹、うん、俺だけバカにすんなよ。って,ってこれは何千万だって言われたなるほどね。<laughs> えー、だから、ちょっと僕のいい時計の、ちょっとレベルが低すぎて、ちょっと逆に恥ずかしくなった。<laughs> 大竹さん、すぐそこで言わない。はい、飽きたらちょうだいって。うん ああ秋田町大学あの時、それね、俺、そういうこと言えるタイプの人間じゃないんで、いね言えるいやー、時と場合、人によっては言いますね、僕は。秋田らちょうだいいらなくなったもらえませんかっていういらなくなるわけねえじゃないか、だって、恐らくいっぱい持ってるでしょ、だって、知らないけど腕は2本しかないんだから、そんなつける二本してるやついるじゃん、たまにですね、両腕に基本一本なんで。 そうですかあでもその存在の消し方はね、すごいなと思って、人生、浮き沈み、激しいね、激しいね、行ったり沈んだり、激しすぎますね、僕は。車買ったり手放したりしば。手放したり、修理したり、また買ったり、が忙し自信がすごいある人なのか、自信がすごいない人なのか、ちょっとわかん僕は全く自信はないですね、自信があるんだったら、テレビに出続けてますね。 でもポジティブなのかもネガティブなのかも分かんないそこも確かに不思議ですよねネガティブなくせに出たいはいみたいとかあるもんねそうなんですよだ注目を浴びたいそれあるよねあるんですよだから大まかなこうなんか人生の中で大まかなところではすごいポジティブなんですよね大まかなくくりでは例えば芸人になって見返したいとかのくくりでは すごいポジティブなんですけども、その一個一個は全部ネガティブな発想なんですよね。自分でもわからないんですよ。わかんないよね。自分のことはね。自分のことは。ここが自分でもわからないところですね。でも、その今事務所もやめて、一人なわけでしょ。そうですね。自分で事務所やってます。はい。で、その前は、だから稼いだ時があって、で、それからなんか。 あんまり出るのは嫌いになっちゃって。いや、もう単純に、その、やっぱり、あの、面白いことが言えないんですよね。うん、あの、テレビで、いろんな人がいて、うん、その中で、はいはいって言って。うん、ちょっと、ちょっとっていうのがね、うん、なかなか僕はできるタイプじゃない。から、歌ってできない。そんなの。いや、じゃ、あ皆さんが、もう、わっといくじゃないですか。うん、あいつら、おかしいんだよ。 や、だから頭だから誰かが面白いこと得意な人が言えばいいんじゃないの？わもだからそれが、だから得意な人ばっかりが揃ってるところ場所じゃないですか、はい、そこでやっぱ行かないと、やっぱ仕事はい何もしないで僕は帰ってきたっていうこの。じゃん。 ちょまあそれがずっと続けばいいんですけどもそれを繰り返すともう呼ばれなくなるわけですよあこれいらないんじゃないかとだからそこの僕はその競争でちょっとあのドロップアウトしたっていう感じですかねざっくり言うとでも不思議だ私テレビ見ててヒロシさんが絶対それってうんかそのそのテレビのネタとしてじゃなくて あこの人今すごいいじめられてるなと思うといじめてる人が大嫌いになっちゃうってさ、はいうん、別に私広さんの不安じゃないのに、はい、なんか得意なキャラクターだなーって思ったあーそうかもしれませんね、うん、なんかあのー、女性のちょっと上の人から僕はこう心配されるっていう、うんうん ちょっとねって悪るけど、5年くらいなんだから、いやいやいや、違います、違います、一般的な話をしてるんであって、たまには若い方もおられますよあのそこ、言い訳しなくていいから、大丈夫ですか、いや、大丈夫です、僕は傷つけたくないのよ、人を、そういうことが。傷つけたくなければ、恋愛とか苦手 僕は苦手ですね。だって心の領土戦争じゃん。はい。いや僕あの苦手苦手ですね。47で独身っていうのはそこですね。うんうん、はい。そうだよね。はい、傷つけたくないとかって言うんだもんね。人なんてそんなに別れやるもんじゃないんじゃないの？うん確かにお前もが全部を欲しがってぜ全部こうなんか。 接地面をさ、<laughs> はい、はい、女との接地面をベターってたくさんしたいんじゃないのでしたいです接、ね、地面なんか一箇所だよ、ば、まあ、チラっとばな、あの髪の毛がすれ違うぐらいだよば、まあね、の女性、うん、女性、女性との接地面なんて、うん、じゃあ、せっあの結婚しつつも、その接地面はその髪の毛一本なん、うんうん、そうだよ。えー？ そんなもんしたらもっと接地面少なくなる。少なくえ、それで。接地面ってたら30センチくらい離れてて、あ、一緒にいるなみたいなね。うん、あー、程よい距離感みたいな。だからそれが保てないんですね。だから僕はベタっとしつきたいっていうのが。うんね、愛情肩なんだよ。あ,<ー>あ<ー>愛情深いんだ。愛情深いんじゃないの。それでそれと同じものを相手に求めるから、ダメになるんだよ。はい、はいま、不思議だねうざいんだよ。 一人でキャンプが好きだけど、誰かといい、本当に会いたかったりとか。実は、そうなそれの裏返しなのかもしれませんね。キャンプもな。キャンプもな。実は、実は、実は、今言われて思いましたけど。そうだね。両極端のもの全部持ってるね。本当はみんなと騒ぎたくて、みんなと言って、ギャーギャーキャンプしたいんだけど。それ、ちょっとうざいな。そうですね。一人がいいな。そうですね。本当はみんなでいたいなと。 でも、今、一人とでも今僕のキャンプ、僕、すごくキャンプにはまってて、外で寝るキャンプに、基本的に一人で行くキャンプをやってるんですね、ただ、やっぱり一番楽しいのが、気の合う仲間の一人キャンプの仲間と一緒に行くのが一番楽しいんですよ一人じゃないじゃ結果、結果はそうなんですけども、でも、一人でもそれがだから、なんていうの、33万人。 そ YouTube で動画を見てる人がいるっていうのはさ、やっぱりさ、ひろしとさ、同じ場所にいる人が多いんだよ、かんないけど気持ち的とか、状況的とか、多分んさっき言ったけど、恋愛でも女性との接地面をたくさん作りたい、全部接地面を多くしたいと思ってるけど。 説明なんかそんなにな、<ー>できるもんじゃないじゃん、んそれでもあのうそうしたいわけじゃない、はいはい、でそれできないと、一人の方がいいやと、面倒、はい、くさいし、うん、これだけ、ね、あの尽くしてるのに、はい、こんなにお金あげちゃったのに。は確かにはい <laughs> ままあまあだ僕もそういう設置面を求めるようなあの努力をしてきたんですよね、あの若い時は、それがあんまりこううまくいかないんで、今、こういう感じになってるんですね、一人がいいっていう、だからそういうのを経験して、それが面倒くさいっていう、確かにそのそうなのかもしれないですね、だから設置面を求めすぎたのかもしれませんね。金のののないい男にその人の将来を期待してくっついてててくくっっつれる女って よっぽどだよ。よっぽどなんでしょ大事にされたことないよ、私。いやごめんな。そういう声が。なんでお前がそこで大きく入ってくるとは思わなかったのそうですね。今、ハッとしましたけども。だって男成功すると逃げるじゃん。いや、な、な、な、そんなことない、ないよな。そうですね。結構その付き合いの間で、なんかこう、いろいろあったんじゃないですか逃げられるっていうことは。そう。 な。それは多分あったと思うよ。だけど、昔もう私はだから、あれだよ。もう、プラモデル組み立てるようなことはしない。もう完成品しか、興味がない。腹立つから接着剤つけたくなるプラモデルが面白いよ。そのプラモデル作る過程が面白いプラモデルは。プラモデルは。いや、もうやだ。じゃもう失敗しない。い。もう完成品が欲しいってことですね。形あるものは崩れるだけだからね、あと。うん、でも、とりあえず、 形を作ったのに誰かに取られるよりは、最初からこの形でって納得する、ああ、でもちょっと分からんでもないですね、正直、今の言葉ばは。売れてて、がーんってなってた時に、パニック障害になったんだって、やっぱりちょっとそうお恥ずかしい話、ちょっとそうですね、そうなんだねパニック障害って、どうなるの、症状としては。電車乗れなくなり電車乗れない、なんで電車乗れない もうこのなんかこう例えばもうこのラジオのブースもそうですけども入れなくなりますね。入れない。はい、冷や汗が出てきて。うん。でなんか出たい。出たい。でも出てもこの建物の中にいるっていう無限のこう。あ無限の。はい。無限の無限の建物が不安ですね。不安なの。はい。だから飛行機も乗れないし。飛行機もダメ。はい。今でも？今でもたまにありますね。 多分ずいぶんましになりましたけど、うん、昔はちょっとあの、うん、なった時は、何のことやら分かんないんで、すすごく怖かったででけど、うん、で病院行ってだんだんうちから出れなくなっていくってこと、それはこうでそのまだや,ややこしいことに、うち、ん、の中にいるのも怖いんです、すなんでうちのだこれ、なんででしょう、だからまさか僕もそうなるとは思ってなかったんですよ、これちょっと、あのこういうこと始めあの公共の場で話すの初めてなんですよ、ここまでこう詳しく。 僕、昔、ホストクラブで働いてて、正直僕のお客さんがそういう人が多かったんですよ、そういう障害を持った人が。僕はその時は別に何もなかったんで、なんでそんなことになるのと、例えば僕が接客してても、突然暴れだしたりとか、瓶を投げたりとかする人がいたんですね、もうここに入れないって言うわけですよね、だから、なんでそうなるのって、しょっちゅう薬を飲んでるわけですよ。そんんななも飲むからくいだと みたいな病院なんか行くから、そっち寄りの思考になるんだと僕は思ってたんですよ。でも自分が実際になったら、気持ちが非常にわかるんですね。だから、まさか自分が結構がさつな人間なんで、そういうことにはならない、なりづらいタイプならないと思ってたんですよ。それが突然来たときには、すごいい戸惑ました私は理解できるな、すごい、例えば。 広島になったことないだろう。だけど、私は理解できるの。なんか、その相反する、全く逆の感情を同時に持つっていうことは、よくあるでしょ。人間だったら。だから、広瀬さんも。俺を見ろって芸能人として言ってのに。俺を見ろ。俺俺を見るな。ややこしいんですよ。俺。ややこしい。俺を見るな。 俺を見ろ俺を見るなそして全く俺を見るなって言うそうだね。でも同じ、その感情は両方を同時期に。俺を尊重しろ俺を尊重するなそう。 これは結構深い、相当深い話ですね。だから今日の、あの、あそこにいたときは、気配を消したけども、こういう公共の場で喋りたいと。喋りたい。いうことで来てるわけじゃないですか。さっきあそこに行ったときは、俺を見るなって言ってた。い。や、だからもう細かいことを考えるんですよ。例えば一回大竹さんとすれ違って、最初はおはようございますって言うじゃないですか。でも二回目また来られたときに、もう一回行くのは、うざいと思われるかなと思うわけですよ。だからそういうのを考えると、気配を消すっていうのが、 一番ベストなのかなっていうとか。いや、で、そんなんでなってさ、それなんで戻ってこれたんだだからちょっと、あのもうこれもう生々しいですけど、も病院行って薬飲んでたら、ちょっとずつこうマしになって、で、あと、これが作用してるのか分かんないけど、あのやっぱキャンプとか、そなんか自分の好きなことをちょっとやってみようかということで。 ちょっとこう、よくなってきたのかもしれませんね、いろんな要素そのとはなんか自分の好きなことってなんだろうって考えたのいいそどそれとも何こう なんかチラシとかなんか見てて、これいいなみたいな、普通のの感じなもともと好きだったんですね、小学校の時から。キャンプがはいで、あの忙しくなって、それが終わって、ちょっと人気が落ちて、で時間があって、お金も多少あるじゃないですか、で、自分が好きなことをできるわけですね、それまであの全然お金がなかったんで、でやりたいこともやれなかったんで、ちょっとやりたいことを一通りやってみようということで、やった一つがこれでした、キャンプだったんですね。あの 一人でコンロみたいな小ちさちいんで,そうです、焚き火やって、火を起こして、こんな小さなフライパンみたいなんか焼いてたよね。鉄板でです。す、はいまあ、一人用のの道具もも面白いいんんよ。ろなが今あって。 それでこの焚き火見ながら、夜一人でコーヒー飲んでると、もうこういうなんていうんですかね、都会でバカにされるとか、売れてない自分とかをもう忘れられるんですね、不思議と。とは何、毎回、中津川渓谷とか、同じとこ行くの,のいや別々、その時の気分でいろんなとこ行きますね。 所でいいじゃん中津があるいや、やっぱり、あ,あのーまあ、結局、結局いろんなとこ行くんですけども、夜になると景色は一緒なんですよね、だからそれを思うから、俺、近場の中津川渓谷でなかなかい,やいや、中津川渓谷、十分だと思いますけど、うん、ななんんでいろんなとこ行くのやっぱりこう昼間の景色とか全然違うわけですよ、うん、僕、思い切って1あ、一回、のどうしてももう日本の国内のあのー、キャンプ場は結構行ったんで、うん、海外でキャンプがしたいと思って。はいはいはい 初めて一人であのアメリカに行って、ロサンゼルスのキャンプ場でキャンプしてきたんですけども、怖かったですね、あの車で初めてレンタカー借りてやったんですけど、怖いけど楽しいんですね。で、でキャンプ場行って、ああのま景色がやっぱ全然違うんですね、もう大きい日本では見ないような岩が横にテント張って、焚き火やるんですけども。一一一人人人で怖い 絶対だってさ、チェーンソーとか持った男が後ろから来そうな感じはみんなチェーンソー持ってね80年代の映画ね、13時の金曜いそれ1点の話だと思うんですけど、あそ結局でも思ったのが、いや、よかったんですよ、結果。でも、夜になると、さっき言ったように真っ暗になるじゃないですか。 したら景色は一緒なんだなっていうのを学んできましたけどもね。だからさ、俺だから見ててさ、俺なんか想像だけだけど、どうせ真っ黒になっちゃうんだろうと思ったら、だからなんか湘南の海でもその辺の海でも波の音が聞こえて一緒じゃねえかみたいなさ。あ、でもそこ波の音が聞こえるっていうのがやっぱ重要じゃないですか。大事大事なの？もちろんですもちろんです。あ、そうか。はい。あの都内では波の音はなかなか聞こえないんで、であとあの空気がやっぱ違いますんで。へえ。で人がいないじゃないですかもう圧倒的にもう例えば今の。 時期なんかも寒いんで、誰も来ないんで、僕は今でもやるんですけども、したら、もう人がいないんで、人がいたら、もうやっぱりさっきのあのマックじゃないですけども、こうやって撮られて写真を、でアップされて、一人でやってるわろうだって書かれるわけですよね、あいつは友町がいないんだとか。なかうん、でもそれはさ、あの思うんだけどみ、みんながバカにしてるわけじゃなくて、そうかな。うんね いや全員がバカにしてるわけじゃないと思うよ、結構、あの営業とか行くんですけども、うん、そういうとこ行あの行くと、うんあの、結構、あ、うん、愛されてるんだなっていうのを感じることも結構多いんですよね。うん だって出川なんか原宿で、若者10人ぐらいに追っかけられてた、いやーと、結構昔の話ですよね、松村さんとか、うん、みんなも素人に。だっあの頃のことを考えたら、まだマシなのかもしれませんけど、メンタルがちょっと弱いんでた多分そういうことするのって、友達と誤解してる人が多い気がするす、うん、はいはははいはい、はいいつも見てるからね。まあね、いろんなこと言う人いるけどね、全部まともにらってパンチ食らってたら。 やってくる世界じゃないからそこも、だからまともにパンチ食らうのは、女の人でもそうだけど、さっき言われたように、べったり行きたいんですね、そうだね、べったりを理想としてるんで、これが当たり前としてるんで、ちょっと足りないとあれってなるのかもしれないですね、人よりも。なんで足りないんだみたいな、細かかなことが、細かなところさっき挨拶したのに、そうです、いや、でもそういうことなんですよ。 あのまだお二人ですけども、テレビ局にいると、例えば、本当細かいですけども、あのまずテレビ局入るじゃないですか、玄関を。したら、あのタレントの方とすれ違うじゃないですか、まず、まあおはようございますって釈はしますけども、あの道中いっぱい会うじゃないですか、逆にこの方は僕のことを知ってるのかなそううああああるるりますありよ、あ挨拶するべきか。 いや、例えばもっとすごい人ね、すごい業界の人ね、すれ違うじゃない。この人、俺のこと知らないだろうな、挨拶したら失いじゃないかなと。いや、僕はそう思うでけど、俺もそう思うよ。それないですよ、さすがに。いやいや、本当にそう思うよ。でも、あるときから、みんなに挨拶すりばいいんだって思ったんだ俺は。そうなんですよ。あるときから。 なんだ、なんだ、みんな、すれ違うやつ、みんなにあいとりあえず、もうみんなに挨拶さするようなこと。いや、私、もう部屋に置いてある弁当が、どこの弁当かしか考えてない。うわすげえ、だからそういうふうになりたいです。メイク室って行かれますかはい僕、あそこが怖くて。なんでメイク室怖い。お化けお化けじゃないです。お化けの方が、僕はまだいいですね。お化けとか出るんですね。 あのメイク室に行って、同じ番組の人だったら、に出る人だったら、おはようございます、広瀬さまん、よろしくお願いしますってあできるんですけども、他の方がメイクされてるときに、こう、切れかけて、首元から、メイクさんにこうやられてるわけじゃないですか、そこの横にこう行ってた時に女性なんかは、失礼なんじゃないかな、全然、その時ももう、弁当、弁当のことを考えていらっしゃるんですね広瀬さんが本を出しました。 改めてヒロシさんの著書、働き方1.9、君も好きなことだけして生きていけるは、講談社から発売中です君も好きなことだけして生きていける、好きじゃないこと、さんざっぱらやったから言えることだねただ、今も正直、あの好きなこと、嫌いなこともやってますけどね、結構、やってるけどね、しょうがないですなんかかわいいね、ヒロシさん。